世界中を巻き込んだ世紀の大バトルが始まります。6カ国108人のアスリートが集まるこの大会、各国から2名ずつがこの一番難しいチャレンジコースに挑みます。 This is Ultimate Beastmaster。あのサスケのレジェンド、優勝候補の一人と言ってしまいます、漆原裕治です。オリンピックで世界を制したアメリカのエド・モーゼスが登場です。ブラジルのロボコップ、特別機動隊の世界級のアイスクライマー、たった一人だけがビーストマスターのタイトルをかけて決勝に進出します。頑張れ筋肉。さあ筋肉も、そしてマグウォールです。いけるのか。レジェンド